どうしようかな。そこに天井を持ってきて、そこに天井を持ってきて、うん、ちょっとどうしてもやっぱここに天井を持ってきたいので、一旦これ壊しますね。まず、壁と、温室の壁と、フェンス素材を壊して、で、天井を張ると。で、ここの天井を壊しますと。ちょっと戻してあげましょう。ただこれでじゃあ、いやそこ天井壊しましたけど、いるよね。そこ天井張って、で、また両開きのドア枠かな。で、こうして、ちょっと出れるようにしまして、で、はしごを置いて、で、パイプ。ちょっと下これぐらいかな。もうちょっと下でもよかった。この辺で消した。ここかな。これでどう。これで上に上げますと。あーそうだった、すっかり忘れてたわ。君そうだったね。その水道管の縦のパイプってそれ壁1マスじゃないんだったね。そういえばね、すっかり忘れてたわ君ね。そういうもうとても癖が強いやつだったね君は。ああ、そうか、そうですか。じゃあそうですか、じゃあここに設置しないといけないんだけど、そこにじゃあ天井を置いて、ちょっともうここはもういらないです。ここはもういらない。ここで、ここ壊して大丈夫だよね。上に行って、もうもうわざわざもうこんなことしないといけないの？アークの、この水道管を張るのに。まあ僕は今めんどくさいことしてるからあれなんですけど、まあでも逆に言えばだよ。みんな逆に言えば、わざわざ、こういうね、配線を見せてくれる建築の動画ってないでしょでもみんな綺麗にやってたりとかするじゃん。じゃあ誰から教わってるのって話よ。そう。もう僕はもう見せるじゃん、もう。もうこういうね、普段みんなが見せないところも、ちゃんと。そうだよね。建築初心者さんからしたらさ、みんなどうやってそんな、どこでそんな綺麗に、さあ、その電線とかさ、パイプをね、その張り巡らせるのを練習してんのみたいな。どっから学んでんのみたいな、まあ。たまにありますけど、その埋める方法とかありますけどね。ただそれってそのやり方だけじゃないですか。実際にその拠点、その自分たちの拠点でどうやって配線するかっていうのは結局人それぞれなので、こんななかなかね、拠点の配線を見るシーンなんてないんですよね。これで、こっちまで行っていきたいんだけど、またこれ壁ぶつかっちゃうので、例のごとく、ドア枠でいいんじゃない？一番上は入れなかったね。一番上は入れなかったですね、それは。これで、天井を伸ばして外にね。OK。でもこういうことしてるんですよ。みんな。自己一味な作業。あ、それちょっとそうか。ちょっとやっぱそれ、ちょっとやっぱりそれ、両開きにしてもらってもいいかな、それ、両開き。さ、これで、あ、いいね、ちょうどそのね、下の温室の壁の上に乗るぐらいの位置、完璧。で、下がって、この辺かな？置いてみます。さあ、どうでしょう。で、これで、ちょっと待って、視点がおかしくなってる。一旦下降りますか。この、天井、シーリングだよね、壊します。あー、完璧。こう持っていく。持っていく。それどうしようかな、それ。そこまで持っていっていいか。持ってって、フレキシブルしちゃう？それできてる、フレキシブル。あ、いってるな。いや、でも中に設置タイプか。ちょっとまあ、フレキシブル見えなくなっちゃいますけど。どう？ちょっとそれ外行ってみましょうか。
もしかして外飛び出してないそれ。あーほら飛び出してる。あー飛び出しちゃってるんだそれ。あー飛び出しちゃってるんだそれ。あーよくない、それはもうここまで来たらもうそこ飛び出しちゃダメなんよそれ。あそこ、いやもうね、こんだけ綺麗にやってるとあそこだけ残念だねってなっちゃうでしょみんな。そう、それはもうダメ、もう俺が許さない。だったらまだこうの方が綺麗じゃない。うん、まだこうでしょ。 OKOKOK で、こう行ってこう行ってこう行ってで、こっちに行きたいんだけど、そのままじゃ行かないんですよ。行かないんで、これがね、毎回、これもう毎回、もう電線でも思うんですけど、このアークのこの直線のパイプってあるじゃないですか、これね。これちょっと見えるかな、これ 見えづらいですけど。こいつ。これね。このパイプって、こう、こっからこう直線でこっちに曲げることってできないんですよね。そう。こっちに貼れないんですよ。ここだから、ここに貼れたら完璧なんですけど、これが使い勝手悪いね。これね。この直線のパイプの。ここに、ここが今ね、くっつくポイントなんですけど、もうこう、一方通行だけよ、これ。もう本当にね、なんでこれもう、修正しないのかって思いますよ、ここ。なんでこっちに、こっちにもついていいじゃんって。ねえ。もうそれぐらい、それぐらいは融通聞かせてよ、って本当、運営さんって思うんですけどね。まあ、一生治らないです、これはもう本当に。もう初期の頃からのずーっとその仕様なんで、まあまあ、それはもう、まあそれはもうそういう、あの、口調にもなりますよ。さて、まあそんなこともどうでもいいんですけど、もうそんなん言ったって、もう、ユーザーの声なんか届かないので。そう、建築の要素はね、本当に、もうアーク、そうね、アークの建築の要素は本当にただのおまけなんですよ。ただね、マジで。本当にグリコについてる、グリコだったっけ?あの、おまけぐらいのレベルなので、なんだったらそのおまけよりもしょぼいぐらいの勢いがあるからな。そうですね。まあ、ここでいいんじゃないでしょうか。ここに天井を張って、まあ、例のごとく、はしごを置いて、パイプを、こうして、設置していきますと。なるべくもう壁に、出しぐらいで。これぐらいかな。で、こう。それさ、でもさ、それって、これちなみに、これ多分、これがもし、今これ、パイプですけど、電線だった場合って、こうなってると、接続したことになってるんですよ。繋がってないんですけどね。実際には繋がってないんですけど、電線だと、いけちゃうんですけど、それ、パイプだとどうなの?俺、それ知らないんだけど、その仕様は。まあ、最悪、まあ、フレキシブルで、やるんですけど、まあ、ただそれ、そこでフレキシブルすると、また飛び出しちゃうよね。あ、案外隠せる。あー、隠せそうだな。まあ、ちょっと伸ばしてみますか。まあ、そこの結果は、ちょっと最後のお楽しみということで。で、あとはもう、あー、そこから出ちゃうんだね。はい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 。あー、それもうめんどくさいな、もう。え?もう言っちゃったね。もうめんどくさいって。いやでも思いますよ。僕もね、めちゃくちゃめんどくさいなって思うんですよ、そりゃ。ただ、このめんどくさいことの積み重ねで、綺麗なね、拠点が作れるので、まあそこもある意味楽しいところではあるんですけど、そうですね。そうですね。もういっそのことこっからもう上がってきていいんじゃないかなって思ってますけど、どうでしょうか。ありじゃないかそれ。ありだと思うんですけど、そっから上げますか。じゃあ今のままじゃあここなんだよね。そう、今ここですけど、これをこっちにやってでもこっから上に上がってくっていう感じにしますか。いいんじゃないですか、それで。収まりはいい気がしますね。
というわけなので、まあ、一旦こう天井戻しますよね。で、どうしようかな、それ。それもうさ、無理やり行くんであれば、ちょっと待って。一回無理やりやってみる。無理やりちょっともう楽したいんで、いや、ただ綺麗にはしますよ。こうするじゃん。これでさ、今みたいにさ、ちょっと待って。もうちょっと上か。上向いて、このフリーの状態で、今、待って。ちょっと待って。ここだよね。そこね。オッケー、覚えた。まずこの境目。で、奥。これで、もう上げちゃうってどうですか？で、で、フレキシリぶっちゃう。フレキシぶっちゃう。ちょっと待ってよ。フレキシぶっちゃうのはいいんですけど、それさ、下どうなる？多分ですけど、これ今ちょうど、そこですよね。そこと、その上がくっつきたいんですけど、ここって、ここちょっと隙間があるんですよ。この、1階部分の天井と、2階部分の床って隙間が空いてるので、案外、あ、でもそれ見えないの怖いな。置いてみるか。ちょっと信じて。はい。飛び出してない？ちょっと待ってくださいよ。飛び出してないですよね。上は？上。ああ、飛び出してない。ただそれ繋がってんの？それ。ちょっと怖いな、それ。ちょっとここ壊し、これ壊して大丈夫？大丈夫？え、それ繋がってる？え、それ繋がってます？それ。ここだよ。え？完璧に見えてないんですけど、それ。え？でもここありますよね。そこにあるってことは、多分くっついてんのかな？ちょっと持ってきますか。まあまあ、もう屋上に関してはね、いくらでもやりようはあるので、どうしようかな、じゃあ。こうして、まあ、まずこうするじゃないですか。で、これ回収しますよね。で、まあ、ここは、そこはフレキシブルで、まあ、屋上なんでもういいでしょう、それは。そうして、あそこもこうでいいじゃん。ああ、いいじゃないですか。やっぱちょっとだけ気になる、なりますね。ちょっとだけここ気になるんで。あ、じゃあ逆に、このパイプを解体しますよね。それさ、下から。そこ解体します。ああ、そこは綺麗にフレキシブルしないんだ。近すぎるとそうなっちゃうんですよね。近すぎると？はいはい。なるほどね。ということは、じゃあここのパイプが、こうして、あ、そっちに行っちゃう。え？そっちに行っちゃう。これでじゃあ繋がったってこと？マジで言ってる？本当に繋がってるそれ。僕の予想だと多分繋がってないですけど。ああ、だよね。てか多分まずそこが繋がってないもんね。そこはさ、もう、こうでいいでしょ。おら、行った！うお、行ってる！行ってる！ちゃんと行ってる！ってことはそこ、ここじゃ見えてないけど、ちゃんと行ってるんだ。だって飛び出してないですもんね。飛び出してないよね。玄関も飛び出してないよね。そこぴったしこう行って、で、そのか、この壁の中でフレキシブルして、で、ここに去って行って、あ、行ってんだ。あ、いいですね。あ、いいんじゃないですか？おー、なんか逆になんか気持ちいいな。こんな綺麗にできたら。これ見てくださいよ。僕が言ってたこれ。このね。アークの世界にはね、こう、洗面台というか、この、ないですから、排水口がね、ないので、
まあ、このね、まあ、この壺に、まあ、水を入れてね、まあ、そのなんか飲み水で使ったりとかね、洗濯で使ったりとかしてんのかなっていう体のやつですね。おー、いいんじゃないかな。あー、すごくいいね。これで、じゃあ、あとは、じゃあ、まな板かな、ここに。もういらないんじゃないそれ。あー、そういう時は困ったら、キャンパスじゃない。困った時のキャンパスじゃないそれ。キャンパスでさ、なんとかなんない。あー、困った時のキャンパスですね。もうでも角度がさ、それさ、あ、こういけんだっけ、こうして、こうじゃない、これでもさ、これをどうしたら、まな板に見える、やっぱこれちょっとなんか茶色とか塗ってみる。茶色で塗ってみる、茶色で塗ります。さあこれでどう。あーあー、意外と悪くないかもしんない。まあまあ、まんまキャンパスよりかはマシかなっていう感じだね。だからちょっとやっぱ位置がね、位置が高いんで、位置が低いんで、高くないわ全然、位置が低いんで、あ、だったらそうか、そこ無理か、障害物なっちゃう。うーん、あ、オッケーオッケーオッケー、わかった。じゃあこれじゃない、それってさ、こうしてちょっと待ってくださいね、はしごを使って、はしご使いますね、まずね、一人称で持っていくんですけど、ここかな。あー、でも高いな、位置が位置が高いな。ちょっとそれは女性に優しくないよ、その台所、ちょっと優しくない、その高さ。長椅子とか、この木のベンチ、木のベンチはどうだ、木のベンチをこうして、あー待ってよ、まあ、一旦ここ行きますね。で、奥にも置いてあげたい、ここ、ここ、あー、はい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 、あー、高さ悪くないね。でしかも重ねたことによってテーブルっぽくなったんで、そうなってくるとこの下にも、でそれさ、ちなみにちゃんとキャンバスって、あ、乗る、あ、乗る。え、ちなみにさ、待って、こういうのって、あー、さすがにすり鉢は乗らないか。 OK、 ちょっと待ってくださいよ。じゃあ、あ、じゃあそうなってくるとちょっといろいろやりたくなってくるな。まず天井壊しますよね。あそこ天井壊してダメ、それ。その天井は多分大丈夫です。ああ、大丈夫じゃなかった。はい、大丈夫じゃなかった。あ、まあ直せる、あ、直せる、直せる、 OK、 まあいいや。あのね、あんまそういうちっちゃいことを気にしてたらね、ほんともうアークの建築やってらんないので、こうします。